オルミーエは、イラン北西部の都市で、西アーザルバージャーン州の州都。また、同名のシャフレスターン。トルコ国境に近いオルミーエ湖西岸に位置する。人口は2005年の概算で60万2403人。日本語ではトルコ語やシリア語及び、欧米諸語を経てのウルミア、ウルミーア、ウルミエ、オルミア、オルミーアなど、著しく様々な表記がある。 オルミみえの名の由来については、都市創建者である、アッシリア人のアラム語起源とするものがある。これに揺れは、洋欄を意味する、ユアと、水を意味する、ミーアからなり、合わせて湖岸に面し、川に挟まれた、この地を、水の洋欄と称したということになる。ルフする、もう一説はイラン語起源とするものである。これに揺れは、水を意味するオト、音、止まるの、ミアからなり、 止まる水すなわち、金棒の湖それ、自体から名を取ったということになる。しかしながら、一般に認められる、ご建設は存在しない。シャフレスターンとしてのオルーミー家は5つのバフ種からなる。それぞれのバフ種を構成するのは、下記のシャフルとデヘスターンである。オルーミー家は、肥沃な地帯で果実及びタバコが栽培される。多くの家では、様々な規模のリンゴ園を設けている。 また、オルーミーイエ大学には大規模な農学部が設置されている。オルーミーイエは民族的に多様な都市である。アゼリー、クルド人及び離散集団としてのアルメニア人、アッシリア人などから構成される。都市で話される主要な言語はアゼリー語であり、すべての民族集団がアゼリー語及びペルシア語を聞き話すことができる。しかし、学校や政府組織における 公用語はペルシア語である。オルーミーエには長い歴史の中で様々な民族集団が居住してきた。このため住民構成は大きな変容を受けてきている。現在、都市住民を構成する多数派はクルド人とアゼリーである。しかし多くの資料によれば20世紀初には住民の多数派はキリスト教を守るアッシリア人であったという事実を示している。 ところが1914年以降、オスマン帝国によるアルメニア人虐殺、アッシリア人虐殺とそれに続く、オスマン軍とロシア軍の戦闘に起因するアッシリア人とアルメニア人の大量脱出があり、住民構成に急激な変化が生じた。この時から、パフラビー町のレザーシャーキにイラン領内のアッシリア人に対し、 この地域に戻って村に再定住するよう干渉があって数千人が帰還したことがあったものの大部分のアッシリア人はテヘランその他の大都市に集中している。イランイスラーム共和国の成立後には再びアッシリア人を西洋への脱出が起こっている。これについてはアッシリア人ディアスポラを参照。1980年代以降はアゼリーに比べクルド人の出生率が高いようである。 これに加え、多くのクルド人の都市部への移住が、都市におけるクルード人口の増加につながり、主要住民を構成するようになっている。イランのエネルギー省、パルビーズ・ファッターフは、オルーミー家出身である。多くの歴史家によればオルーミー家は、ゾロアスター教の外る預言者、ゾロアスターの出身地であると考えられる。コロンビア百科事典は、オルーミー家が旧世紀には、 地域的に重要性を持つ都市であったという。オルーミー家がセルジューク朝の統治下に入ったのは1184年のことと記されている。オスマン帝国は数度にわたってオルーミー家を攻略したが、その後ほどなくサファビー朝による領域奪還が行われている。ガージャール朝初代アーガーモハンマドシャーは1795年オルーミー家で退官を行った。 19世紀末までのキリスト教徒人口の比較的大規模な増加により、1835年にアメリカ選教団が派遣されている。また同様の選教団が直後にオルーミー家に近いたブリーズに入って活動するようになっている。20世紀に入る頃には、都市人口の半分以上がキリスト教徒であったと報告されている。しかし、そのほとんどは、 第一次世界大戦中とその後に、オルミー家を離れ、現在では、人口の95%がムスリムである。カトリック百科事典は、オルミー家を、カルデア教都市教座として取り上げている。オルミー家大学は1878年、アメリカの長老派遣教団によって設立された。同医学部は、ジョセフ・コクランと、そのアメリカ人同僚医師たちの手になるものである。 コクランとその同僚らは、オルミイ家近郊の古い墓地に埋葬されている。オルミイエ大学のウェブサイトではこれについて、次のように記している。オルミイエには、今日、以下の高等教育機関が所在する。ザ・ワールド・ギャザティア、ハット・フェデラル・リサーチ・ディビジョン、ライブラリオブ・コングレス、サミーティック・ランゲージ・グループス、A ・カントリー・スタディ イラン、ライブラリー・オブ・コングレス、2008年1月12日、閲覧。A.B. クジェイラン、トア、オールミエーエラークレックス・エンサイクロペディア、ラークレックス、2008年1月12日、閲覧。このサイトは、参加型トラベルガイドナビル、ユーリ、プロスペクツ・オブ・カーディッシュ・ステイト・フード。レガナム・ニュース・エージェンシー。 http コロンスラッシュスラッシュ www.regnum.ru スラッシュイングリッシュスラッシュ 616672.html2008 年1月12日閲覧アーミアザ・コロンビアエンサイクロペディアコロンビアユニバーシティプレス2008年1月12日閲覧エスベイルホーアーマイア ザカトリックエンサイクロペディア XV 2008年1月12日閲覧。ありがとうございます。